米大リーグカブス1対4ドジャース、6日米入りの一周シカゴリグレーフィールド、兄貴分として打たないわけにはいかなかった。5回1死1塁の第3打席、大谷は詰まりながらも左前に落としてチャンスを広げ、このイニングの先制の3点につなげた。試合後は、日米約20人の報道陣に囲まれる山本を見て少し笑いながら、キロに着いた。 昨年の WBC でチームメイトだったこともあり、入団前から山本のことは弟のように気にかけていた。右腕が登板した3試合は全試合で安打をマーク。この日はカブスファンから毎打席ブーイングを浴びていたが、1打席目にも右前安打を放つなど、4打数2安打。3位連続本塁打こそならなかったが、 3戦連続のマルチ安打で、打率を3割4輪にまで上げた。キャンプ中、チームの旧前日に山本から、僕、練習するんで、昌平さん待ってますよ、と頼み込まれ、大家は、いや、行かないよ、とにやり。ツンデレなやりとりも、大谷らしさだ。山本も、試合後に、ナイスピッチング、と声をかけられたことを明かし、嬉しそうだった。